起訴状などによりますと頂き女子リリちゃんこと渡辺舞被告は恋愛感情を利用してマッチングアプリなどで知り合った男性3人からおよそ1億5600万円をだまし取った詐欺の罪などに問われています一審の名古屋地裁は渡辺被告に対し懲役9年、罰金800万円の判決を言い渡しましたが弁護側が量刑を不服として控訴していました きょうの判決公判で名古屋高裁の田辺美穂子裁判長は愛情に飢えた被告がホストに食い物にされた事情などを考慮しても刑事責任は相当重いと指摘一方で被害者に対して一部弁済がされているなどとして一審の判決を破棄し渡辺被告に懲役8年6ヶ月、罰金800万円の判決を言い渡しました。